前原龍二の前向きチャンネル、今日は何でしょうか。はい、ありがとうございます。ようこそ鹿児島へ。プロスポーツキャンプシーズン到来、監督選手の意気込みは。トップ選手のプレーが間近で見られる貴重な機会ですからね。早速行きましょう。前原龍二の前向きチャンネル。鹿児島市のふれあいスポーツランドです。ありますね、オレンジ色の横断幕、頑張れエスパルス。こちらではサッカーのプロスポーツチーム、清水エスパルスがキャンプを行っています。温暖な気候に恵まれた鹿児島県には毎年多くのプロスポーツチームがキャンプに訪れます。また温泉や豊かな食に囲まれていることもスポーツキャンプ地として人気の理由です。あちらでは去年のカタールワールドカップで活躍した権田選手も練習しています。今年で20年連続20回目となる清水エスパルスの鹿児島キャンプ、選手や監督はシーズン開幕へ向け意欲を燃やしていました。キャンプ地の鹿児島ですけど、鹿児島の印象っていかがですか。鹿児島、pouco tempo que a gente está aqui, mas tudo aquilo que falaram da do local, pelo menos por enquanto, está sendo nos preparando da melhor forma para a gente poder enfrentar esse ano difícil e 本当グラウンドも状態いいですし、まあ本当まずは初日、まあ移動日なのでそんなしっかりはなかったですけど、まあ練習できてよかったです。鹿児島の印象いかがですか。まあ、やっぱりこうやってキャンプで集まるだけあって、こうやって僕らを、ね、迎え入れてくれる環境っていうのは、まあ、やっぱね、芝生のグラウンドでが、ね、やっぱなかなか静岡なんかないので、それなんか九州本当たくさんあるっていうのは、まあ、本当サッカーどころだなっていう感じはありますし、うちの松岡なんかも九州出身でやってるので、そういうことを考えてもこの町から、ね、さっきも子供いましたけど、これからもたくさん J リーが出てくれたら嬉しいなと思ってます。この1年間はどんな1年間にしたいですか。まあ、とにかく毎日自分が成長できる1年にしたいなと思ってますし、まあ、全ては僕はこれからは次のアメリカワールドカップに向けてやっていくので、一日一日成長していくことだけかなと思います。またこの日は鹿児島キャンプに合わせて塩田知事を表敬訪問した清水エスパルス。山室代表取締役社長が鹿児島で行うキャンプへの感謝とチームとしての目標や決意を誓っていました。今シーズンの演奏でございまして、またどこかにでも頑張っていけたらと思います。勝ちゲームが大量となることを祝いまして本県の伝統的工芸品である大量型でチームフラッグを作成させていただきました。県ではインスタグラムでハッシュタグ鹿児島キャンプ2023と投稿した方を対象に、抽選で県特産品をプレゼントする鹿児島春季キャンプ応援キャンペーンを実施しています。詳しくは県スポーツ振興課公式インスタグラムをご確認ください。前原龍二の前向き宣言。鹿児島でキャンプを行ったプロスポーツチームの活躍、前向きに応援しましょう。